はい、ありがとう整体の平野です。20年間、整体をやってきてですね、もう、過去のですね、やり方ではですね、対処できないという方が本当に、多くなったと、いうことに気づいて、新しい、思考のね、整体を、心がけてやってきました。そして、その中ですね、まあ、3年前に、見つけた人体の緩みというのをね、皆様に、ご紹介したいという中でですね、まあ、首のヘルニア、という人たちね、こう、結構言われる人多いんだけども、その中にですね、なんかよく聞いていくと、まあ、私過去のこの麻酔の状況とか聞くんですけども、扁桃腺の手術をした人っていうのが結構何人もいて、もしかしたらその手術をするときにこう麻酔をして、その麻酔が、まあ、覚醒していくんですけども、その麻酔をしたときに一度こう靭帯が緩んで、それが締まっていく過程の中で、トラブルがあって、脳がその緩んだままの状態を、キープしてしまっている。ですから関節が、ちょっと緩んだような状態で、動いてしまっていることが、そのヘルニアだとか、首の痛み、頭痛に、関連していくということではないかというのが、今私が、ちょっと見つけた、理論です。まあ、そんな、変わった整体と言われますが、その靭帯が緩んだ状態というのはネジが緩んだ状態であるので、これは締めなければ一生ね、そのあなたを苦しめる現象になってしまいます。そんな、日本でもね、ちょっと特殊な整体をしている愛知県蒲郡市の整体ですけども、東京大阪にもですね、月1回ずつ出張させていただいています。興味のある方はですね、こちらから訪問してください。